通用ピンインは中華民国における中国語などの言語のローマ字表記法の一つである。通用ピンインは1998年中央研究院民族学研究所副研究院余白線によって発表された。1984年教育部によって交付された国語中央符号第2式とは異なり、標準中国語の国語のほか、台湾語、発歌語、 少数民族言語にも一応対応している。ただしその表記方法は改変が繰り返され安定していない。また、通用ピンインはあくまでも道路案内等、悲観事件の外国人のために漢字表記と併用して限定的に用いられる表記方法であり、中音符号を置き換えるものではない。金門島の案内標識に見える通用ピンイン方式の綴り、後ろの社員は、 看護ピン印ン。1998年に、沈水編が市長を務めていた台北市の道路標識の英文表記に通用ピンインが採用された。沈水編が相当になった後の2002年には、国語中央符号第二式に代わって通用ピンインが中華民国の公式ローマ字表記法とされた。しかしその後ば A 級が相当になると、 行政院は2008年9月16日に通用ピンインに代わって看護ピンインを用いることに決定し2009年1月1日以降施行されたこのため通用ピンインはもはや公式には用いられていない高尾市では早雲の駅名や道路標識に通用ピンインが使用されている例えば立花線の支店の最高安駅は看護ピンインなら出通安になるが サイジーワンと表記している。ただし、タカオという地名は、一般的に、看護ピンインのジェイショングでも通用ピンインのジェイスヨングでもなく、国際的に定着しているウェード式に基づくカウシュンの表記が使用される。しかしこのことは、複数の方式が、もともと乱立していた台湾におけるローマ字表記に、さらなる混乱をもたらす結果になっている。通用ピンインは、 数回にわたって改定されているが、ここでは2003年以降の綴り方を看護ピンインと比較して述べる。通用ピンインは、看護ピンインと非常によく似ているが、看護ピンインのうち JQX は JCS と書く、また ZH は JH と書く。看護ピンインの QC 及び XS がそれぞれ同じ文字で表記されることになるが、両者は、 後続する母音によって区別する。看護ピンインの地域シ理事知史は、それぞれ GGC d g C サイのように、後ろに H をつける。母音では、看護ピンインのを先行する死因に関わらず、U と書く。このため、通用ピンインは、ウムラウト記号なしで書ける。また、看護ピンインの IU やイングは、それぞれ IOUA ヤングと書く。この他、 看護ピンインのフェンウェングウェンをフォングウォンワンと書くといった細かい差異がある。ありがとうございます。